政務に関するご質問をお願いいたします。はい、高市長選について書いてありますけれども、昨日のパーティーでですね、共産党が竹山さんを支援して各党が相乗りをしているということを皆さん批判をされてましたけれども、改めてこのことについて、この都構想という一点でつながっていると思われるのか、それとも各党他にそれぞれ思惑があるのか、この身分という点を以外にもどういった思惑があるのかというのを。いや、もう我々が一番嫌われてるのはやっぱり身分変えているというところだと思います。いや、それは以前と比べてね、自民党と共産党が組むことはなかったわけで、それが現実起こってるというのはね、何なのと。都構想というのは制度の話ですから、役所の仕組みの話、それは仕組みが変えることによって影響を及ぼされるのはやっぱり議員の身分ですよ。もうそこはやっぱりこの大阪でこれ8年間やってきてね、やっぱりすごくこうもう分かりやすいというかね、そういうところは表に、出せたかなと思いますね。なかなかね、みんな いろいろ言うけど、結局ね、議員年金もそう、この地方議会の年金を復活させるというのは、要は身分をとにかく守ろうという話なんでね。もうあれよく僕が分からんのは、もう議員のね、そういう身分保障が良くならないといい人出てこないと言うけど、これほんまかなと。本当にそうでしょうかっていうのがね、僕は。だってみんな選挙出るときはね、身分のことなんか誰も言いませんよ。住民の皆さんの、教育、福祉、街づくりが良くしたい、そのためにはみんな死に物狂いで働きますと言いながらね、もうなったらこうやっぱり、どこの議会もね、今の自分たちの身分がこうだということは、誰も大阪で我々以外が、そのことをあからさまに有権者に、こう見せてる政党はもう我々以外がないはないんで、共産党も満額給料もらってますよ。だから都構想ということをこうなんか、言い訳にしてね、主義主張政策もうバラバラな自共民で組むけど、結局やっぱり身分なんかなと。残念で仕方がないとは思いますね。大したことないのにね。その一方でですね、組の点では自民と民進が別々に候補を立てて、っていうのでちょっとねじれてる部分もあるかなと思うんですけれども、これってなんかこう陣営に対してどういう影響を与えそうだという印象を受けて、陣営に対して影響というか、向こうの陣営、それはだから政策全く違うのに、なんで一緒に市長は一緒に選べんのということですよ。だからやっぱり議員になりたいっていうそこの目的に、選挙になればきれいごと言ってるけど、やっぱりもう議員のバッジの報酬を含めた全ての身分がやっぱり魅力的なんだろうなと、そう思います。他にございますでしょうか。はい、先ほど相手陣営の相乗りの件なんですけれども、自民党方なんかに寄せるとですね、自民党は推薦させてるんですけども、共産党とかっていうのは別に陣営に入ってるわけじゃなくて自主的に支援しているのであって、別に協力してるとかまとまってるとか固くんでるとかそういうわけではないから、その批判も当たらないというふうにおっしゃってる人も言うんですけれども、その辺はどうか。社民党推薦出してるけど、共産党と社民党とほぼ、同じ、なんていうかな、どちらかというと共産党と社民党は
あの党は違うけど同じような政治信条理念なんじゃないの、社民党とは組むねんなと、ね、自民党の皆さん、共産党は推薦出してない、陰に隠れてやってるだけだから、それは見て見ぬふりで、社民党は堂々と推薦出し、民進党も出してるけど、それは良しとすると、うん、もう辻褄全く合わないね、うん、だからそういうことをそのもう苦し紛れにね、まあ言ってる自民党がね、僕はもう、かわいそうなんで、ね、もう不思議、うん、だからまあ今度それ言うたら社民党出してるけどどうなんですかって言って、それをあの矢吹君向こうに聞かな、うん、あともう一点ですけど、やはり向こうの陣営の方がよく言われるのは、うん、反対強制の維新は祈りしてたように見えたけれど、あれはどうなんですか。反対強制は共産党とは全く協議、そういう形を作ってはいません、うん、その僕もそれは改めて反対強制の時に土井議員にも尋ねたし、共産党がもうどうのこうの出てくるようじゃ、我々は一切一瞬できないよと候補者にも聞きました。で候補者も頼んでないと。共産党はあの時は認定子ども園一件にするのは絶対反対と、それだけでしがみついてきたという話です。しがみついてきて無理やり入ってくるもんと主体的にチームを組んでるのとは全く違います。うん、第一、今回と女は何が違うかって、オタクたち社民党入ってるやんかっていう話、民進党も入ってるでしょと、うん、まあそう自民党もようそんなこと言うなと思うな。自民党の言い分としても、別に共産党とそういう協議してるわけじゃなくて、向こうが勝手に入ってきてるわけ。いや、向こうが勝手にって、共産党が、僕らが見てた共産党は中心じゃないですか、ほぼ、うん、一番やってますよ。これもう皆さんも取材してたら分かるはずだけど、一番頑張ってる、うん、一番頑張ってる共産党に自民党がひっついたという、そっちが多分正しい理解だと思いますね、うん、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれを確認いただきます。ありがとうございました。